で、どうなのよ。何が？調子だよ。人間側について後悔してないか？どうしてそんなことを聞くの？聞き方が悪かった。寂しい思いはしてないか？してるよ。え？ネガティブ・デンジャー。恋とかシンとかディジーとかエルフェルトもたまに会えなくなるとすごく寂しい。一人だけし感じたことなかった。なんだ、そういうことか。それならよかった。でもそこに俺が入ってないのは残念だな。だってあなたはいつも一緒じゃない。へへ。じゃあ風呂とかトイレの時も自爆しなさい。デンジャーネガティブ・デンジャー。近頃お前あんまり物事を否定しなくなったよな。そうだね。否定すると気持ちいいんだ。すっきりする。そして次に否定できるものを探す。繰り返していくと必要のないものまで否定し始める。でもそれは私の世界から何かが一つずつ消えてるだけ。最後に残ったまっさらな未来が私にとって心地がいいかなんて考えたことなかった、うん、いいわけがないんだそんな未来。だから違うが大事なんだ。シンとベッドマンが教えてくれた。なんかいい女になったな。ありがとう。ネガティブペナルティ。俺はいい男だろ。俺たちお似合いのカップ。久しぶりにスッキリしたくなってきたよ。あ、はい、出過ぎたことを言いました。マジすいません。